私も篠崎くんの前では周り気にしないで素の私を見てほしいから。私も綺麗って言われて嬉しいし、それに彼氏からそんなお願いされたらね。って私何言ってんだろう。わがままじゃないよ。だって私もそうしようかなって思ってたんだもん。逆に言ってもらって気持ちが固まったっていうか、やろうって思ったし嬉しかったよ。だからありがとね。メールも気にせず送ってくれていいからね。受験生だからとか遠慮しちゃダメだよ。うん、それじゃあまたね。お昼ご飯食べてて部屋にスマホ置いちゃってて。あ、うん、風邪とかもひいてないし元気だよ。その、こうやって話するのって、その、告白された時以来じゃない。だから、その、電話かけてきてくれたの嬉しいんだけど、ドキドキしちゃって。ありがとう。私も、篠崎くんの声が聞けるのは嬉しい。あ、それで電話かけてきたのって何かあったの？がフルで入ってて、直近で会えるのは2週間後かな。
あ、ごめんね。1ヶ月前にシフトの希望を出さないといけなくて。それに、この時期休む人も多いから、がっつり入れさせてもらっちゃったんだ。バイトが3時くらいに終わるから、それからって感じになっちゃうんだけど。うん、私もすごく楽しみにしてる。いけないから切るね。ううん、こっちこそありがとね。それじゃあね。だよね。